野崎久和は、日本の経済学者。大阪府大阪市出身。1970年大阪府立、桜塚高等学校卒業。1975年京都大学法学部卒業、丸紅入社。1979年、イギリス、ワーリック大学大学院国際学修士課程、終了。1980年イギリス、 ケンブリッジ大学大学院国際関係学習士、家庭修了。1987年アメリカ合衆国、ブルッキングス研究所客員研究員。マルベニの調査部、国際業務部、プロジェクト金融部、マルベニ米国会社ワシントン DC 出張所などを渡り歩き、マルベニ経済研究所主席研究員を経て、2003年、マルベニ大社、同年、 北海学園大学経済学部助教授2005年同経済学部教授同大学院経済学研究科教授に就任2005年カナダレスブリッジ大学交換教授2019年北海学園大学定年退職同名誉教授同大学院経済研究科非常勤講師2003年より北海学園大学で教員を務め一、二部ともに 国際事情を担当していた。専門は国際関係論。特に現代国際政治経済秩序の動向や国際秩序についてを研究するほか、イラクやインドネシア等の発展途上国の民主化活動や経済体制構築の動向、イラク戦争についても対象としている。ありがとうございます。